危ない。天皇陛下に発煙筒が、次の瞬間皇后美智子様の起点に世界が驚嘆。1992年10月5日、山形県総合陸上競技場で開催された第47回国民体育大会の開会式にて、突然一人の男が、天皇訪中反対、天皇は帰れと叫びながら、天皇皇后両陛下が臨席するロイヤルボックスに発煙筒を投げつける事件が発生した。皇后陛下は突発的な事態を瞬時に察知し、迷うことなく陛下を守ろうと身を挺する動きをされた。幸いにも発煙筒は両陛下の近くには届かず、トラック内に落下、両陛下におけがはなかった。皇后陛下は状況が安全であると判断されると、すぐに元の姿勢に戻られた。活動家だった犯人の男はすぐに取り押さえられ、後に実刑判決を受けた。天皇皇后両陛下が狙われるという重大な事件が発生したことから、警備体制の不備が大きく問題視された。当時天皇皇后両陛下の中国訪問をめぐって反対運動が活発化しており、事件は政治的な背景も影響していたとみられた。天皇皇后陛下のような要人の警備は非常に重要であり、常に最新の警備体制を構築する必要がある。皇后陛下は突発的な事態に一瞬で的確な判断を下し、迷いなく行動に移された。その瞬発力と場を騒がせることなく、すぐに平静な笑顔を取り戻された。平常心に日本中が驚嘆した。